日本の地理、日本の地理では、日本の地理についての概略を記す。日本は、島国すなわち領土がすべて島からなる国である。日本の領土は、日本列島、本州、北海道、九州、四国などが主たる島を中心に、南に伸びる伊豆、小笠原諸島、南西に伸びる南西諸島、沖縄本島が最大の島、そして北東に位置する北方領土と、 6852の島からなっている。地理学上の分類ではないが、国土交通省は、日本を構成する6852の島に、本土と離島の2つの区分けを設けている。すなわち、北海道、本州、四国、九州、沖縄本島の五島を、本土、これら5島を除く6847島を離島としている。 島国である日本は、ユーラシア大陸東端の極東、東アジアの沿岸沖、また太平洋北西の沿海部に位置し、全体として古城列島を形成している。この旧形状の日本の国土は、総面積が約37.8万キロメートルで世界第61位である。その約70%が山岳地帯で、その約67%が森林である。 国土面積は日本政府が領有権を主張する領域。日本は島国であるとともに国土の約73%を産地が占める山国でもある。そのため日本の河川は流路延長に菱川床勾配が急で大陸を流れる川と違い一気に流れ下る川が多い。しかも田内帯にある。従って侵食力が強く産地では深い V 字国を 盆地や平野など山地からの出口には、戦場地を発達させていることが多い。また、川口付近には、厚い堆積層からなる平野を形成している。中部地方から東北地方にかけては、菓子眼球を発達させていることが多い。世界的な地理学は、ヨーロッパ大陸やアメリカ大陸などを模式地として、研究が進められてきた。そのために本の実情と合わないこともある。 例えば大地もその一つである。日本でいう大地は、戦場地や浅い海底が隆起したものであって、鉱石大地と分類されるものが大半を占めている。この詳細は大地を参照のこと。日本周辺の海は一つにつながっているが、東側及び南側が太平洋。ただし、日本ではほとんど用いないが、小笠原諸島以西の太平洋はフィリピン海と呼ぶのが、 世界的には普通である。北西側が日本海、西側が東シナ海、北東側がオホーツク海と呼ばれている。本州と四国の間の海は特に瀬戸内海と呼ばれており、多数の島々が点在する。海流について見てみると、日本列島の南側を黒潮、日本海流と呼ばれる暖かい海流が流れている。北からやってくる親潮、千島海流と 三陸沖から常磐沖でぶつかって工業場を作っている。一方、黒潮の分流である津島海流が津島海峡から日本海に流れ込んでいる。日本の気候は列島の中央を重層する山岳地帯を境に太平洋に面している地域と日本海に面している地域とで大きく異なる。北海道と本州の高原地帯が亜寒帯、南西諸島の一部は熱帯、 それ以外の地域は温帯に属しているが、南北で気温差が大きい。冬は冷たい北西季節風が強く、日本海側は雪が多い。一方の太平洋側は晴天に恵まれて空気の乾いた状態が続く。気温の変化は次第に北上していき、冬から春、春から夏へと移り変わる。長雨の時期である梅雨の後、 晴れが多く高温多湿の夏を迎える。8月後半の残暑と入れ替わりに、週雨と台風の季節を迎える。アジア、ユーラシア大陸の東方、欧米から見れば、極東の沿海部にある4つの古城列島、千島列島、日本列島、琉球列島、伊豆、小笠原諸島から成り立っていて、太平洋の西部にある島国である。日本海を挟んで、ロシア、 朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮、大韓民国、韓国と隣り合っている。東、シナ海を挟んでは中華人民共和国、中国及び中華民国、台湾と隣り合っている。また、南側で太平洋、フィリピン海を隔てて、米領北マリアナ諸島と隣り合っている。日本の周辺は全て海であり、島国である。 そのため他国と陸上において接していない。周辺は海であるが、カラフトが日本本土から4 3トルの位置にあり、ロシアが日本から一番近い他国の領土である。日本では人口の5割が国土の14%ほどの平野に集中している。また、特に東京都、大阪市、名古屋市を中心とする地域、三大都市圏に、 日本のの人口の5割弱が集中している。このような人口の差により、過疎化、過密化といった問題が発生している。また、人口の変動においては、現在増加から減少に転じている、大きな転換期にあり、人口減少社会が、政治的、社会的に問題になりつつある。世代別では、第二次世界大、戦後2回のベビーブームに生まれた世代が突出して、 多いほか、世界的に見ても65歳以上の高齢者の割合が高い高齢化。また、出生率は年々低下し続けており、世界的に見ても15歳以下の年少人口の割合が低い少子化。2000年国勢調査による、産地が73%を占める、山間部に規模の小さな盆地が、沿海部に小規模な平野が広がっており、 狭い平野や盆地に人口、高地、都市機能、経済機能などが集中している。特に太平洋、ベルト地帯には前日の都市機能や経済基盤などが集中している。そのため地政学的リスクが高く、1970年代から集中する機能を分散させる計画が持ち上がったが、未だに実行段階には達していない。ただし企業が本社を地方都市に移すなど、一部に 分散の動きがある。国土に占める森林面積の割合は、一人当たり年間所得が多い先進諸国と比べてかなり高いと言える。ただし、これは農地や宅地などに利用できない険しい山岳地帯が多いことも示しており、土地利用や都市計画などにおける制限は多い。27,820km1993 年の調査による、 日本周辺の海は一つにつながっているが、東側及び南側が太平洋、西北側が日本海、西側が東シナ海、北東側がオホーツク海である。世界的には伊豆諸島及び小笠原諸島と南西諸島とに挟まれた海域はフィリピン海と呼称されるが、日本ではこの故障は浸透していない。 日本政府の公文書においても太平洋とされている。本州と四国に挟まれた海域は瀬戸内海と呼ばれている。日本列島の南側を黒潮、日本海流と呼ばれる暖かい海流が流れている。北からやってくる親潮、千島海流が三陸沖から常磐沖でぶつかって工業場を作っている。潮目。一方、黒潮の分流が千島海峡から 日本海南部東部に流れ込んでいる。これが津島海流である。津島海流は津軽海峡及び宗谷海峡から太平洋に抜けているのだが日本海側の気候に大きな影響を与えている。この他にはマミヤ海峡から日本海北部にリマン海流が流れ込んでいる。鉱物の博物館と形容されるほど大抵の鉱物を産出するが商業化するには 規模がが小さく採算性に劣るものがほとんど。ただしコンクリートなどの原料になる石灰石は国内の需要以上を現在も産出続けており、また要素は世界でも有数の産出量を誇る。また日本では石油は取れないという認識が広く伝わっているが、日本海沿岸にはまとまった量の石油が埋蔵されており、坂に採掘が行われた。 しかし数十年前に採掘できる石油のほとんどを取り尽くしてしまい、現在ではほとんどの地域で採算が取れないため採掘が中止されているが、一部ではごく小規模な油田から地上に時々輸出する採掘できない原油は農産物などに被害をもたらし厄介者扱いされている。2003年度現在、液化石油ガスは国内の需要の約33%。 天然ガスは国内の需要の約3.5%を算出している。古くは全国各地で金が算出され、貨幣や物品、建造物などに使用されていた。これはマルコ・ポーロが日本を黄金の国ジパングと書き記したゆえんとも言われているが、江戸時代から明治時代にかけて海外に大量に流出し、現在ではそのほとんどがなくなっている。また、銀や銅、 鉄なども金の場合と同様現在ではほとんど不廷している。しかし鉄を主とする金属製錬、加工の技術は現在も高水準を保ち続けており、輸入される金属資源によってそれらの技術が活かされている。海底資源に関しては金属鉱物は元よりメタンハイドレートや天然ガスなどが大量に埋蔵されていることが確認されている。また、 レアメタルに含まれる希少金属の埋蔵も確認されている。農産物では、米、主食用自給率100%、その他95%。2007年を別として、ほとんどの品目の自給率が100%を割っており、輸入なくして、日本の食料需要を賄うことは、困難な状況である。日本の気候は、という4つの大きな性質がある。 大陸であれば乾燥帯に入る、中緯度に位置するが、当初であるため湿潤な海洋性気団の影響を受けやすく、降水量は概ね年間1000ミリメートル以上であり、北陸、東海、紀伊半島、四国、南九州の外目沿岸では2000ミリメートルを超え、紀伊半島南東部では4000ミ、mm、リメートル、近いところがある。また、暖流である黒潮や津島海流、 寒流である親潮が天候に影響を与える地域がある。北海道と本州の山岳地帯の一部は寒帯、本州の大部分、九州、四国、南西諸島の北部は温帯、火山列島、南鳥島、沖の鳥島、八重山列島、田良間島、沖の大東島は熱帯に属する。なお、温帯の中でも小笠原諸島、伊豆諸島、南西諸島北部、 南九州などは熱帯と称される場合もある。年平均気温は札幌摂氏9度、東京摂氏16度、那覇摂氏22度である。典型的に用いられる大まかな気候区分では、北海道と本州の日本海側は日本海側気候とされ、冬季の雪と夏季に時折、フェーン現象による高温が起こるのが特徴。北海道から九州にかけての太平洋側は、 太平洋岸気候とされ、夏季に降水量が多く、冬季に晴天となるのが特徴。西日本の瀬戸内海沿岸は、瀬戸内海式気候。本州の内陸部は、中央高地気候で、それぞれ降水量が年間を通して少なく、中央高地式気候ではさらに気温変化が大きいのが特徴である。冬は、シベリア高気圧からの、冷たく乾いた、北西季節風が強く吹く。 この季節風は日本海を流れる温暖な津島海流により湿った風に変質して雪雲を生じ、それが山岳地帯にぶつかる日本海側の地域は雪や曇りの日が多い。新潟県や北陸地方の山間部は毎年2から3メートルの積雪があり、世界的な豪雪地帯として知られている。一方で雨影となる太平洋側は晴天に恵まれるが、 カラッカゼと呼ばれる強風が吹き、空気の乾いた状態が続く。また時々、強い低気圧により、高天に見舞われることがある。春及び秋は、季節風の影響が弱く、移動性の高気圧や低気圧によって、周期的に天気が移り変わる。春一番や、小枯らしなどに特徴を付けられるように、低気圧や前線の通過に伴って、 季節の波が何度となく訪れ、寒暖西雨を繰り返しながら、徐々に季節が変わってゆく。初夏から聖火への過渡期には、梅雨前線と呼ばれる、停滞前線の影響で南から順に、梅雨と呼ばれる季が始まる、梅雨入り。梅雨の時期はおおむねしとしととした長雨が続き、時折まとまった大雨も起こりつつ、5月下旬から7月下旬に、かけて1ヶ月半程度続く。 なお、伊豆、小笠原と北海道では、鈍天が続く場合があるが長続きせず、梅雨はない。梅雨が終わる、梅雨明けと本格的な夏となる。高温湿潤な太平洋高気圧によって安定した晴れが続く。例年7月中旬から9月上旬の晴天時には、内陸を中心に気温が上昇して、広範囲で摂氏30度を超る上、湿度も70%以上と高い。 しばしば、高温多湿と表現されるその暑さは、乾燥しているインドや中近東での摂氏30度よりも、体感温度や不快指数が高く、体力を消耗させる。また、晴天の日でも夕方以降は、しばしば夕立ちと呼ばれる夏特有の雷を伴う、にわか雨が降る。北海道や東北は、比較的寒冷だが、夏の暑さと、適度な雨が水道作を可能にしており、 品種改良の寄用もあって二十世紀終盤からいわゆる米どころとなっているが、数年に一度の山瀬や長津湯による冷夏の年には、霊害により稲が不作となる。聖火から初秋にかけての期間には、北日本や東日本を中心に、秋雨と呼ばれる完結的な雨季となる。また、同時期に、本土では台風の襲来が増加する。なお、南西諸島では六月から十月頃まで。 長期間台風の襲来が多い。日本家屋と呼ばれるような日本の伝統的な住宅は、夏の高温多湿や台風に適応するため、部屋を壁で仕切らず、風通しを良くして、寮を呼ぶように作られている。襖や障子という取り外し可能な竹具を用い、床を高くして畳を敷いた床にしたのも、このような気候に対処するための工夫と考えられている。しかし、 1960から70年代の高度、経済成長期を境に、伝統的な住宅は急減し、新築の建築物は壁と扉で構成されるものが圧倒的で、鉄筋コンクリート構造のものも多くなっている。加えて、住宅やオフィスで冷暖房を行った、機密性の高い部屋に暮らすようになり、特に都市では、それが当たり前になっている。こういった、 住宅環境の変化と都市の高密度化により、大都市や近郊では、ヒートアイランド現象が発生していて、冬季の温暖化が顕著であるほか、夏の気温押し上げが問題となっている。日本付近は、プレートテクトニクスの考え方によれば、ユーラシアプレート、北アメリカプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートの4つのプレートが攻めに合う、境界域にあたり、 作り山活動が活発な新規作り山隊、関体平洋り山隊に含まれている。氷土は最も古い岐阜県、長野県付近でも約2億4千万年前のもので、地質学的に見ても新しい地層である。そのため火山の噴火が各地でたびたび発生するとともに、マグニチュード7から8クラスの地震を周期的に経験している。 マグニチュード4クラスの地震に限って見てみると、ほぼ毎日と言えるほど、頻繁になしていて、地震大国と言える。またプレートの動きに伴い、国土全体を縦横に活断層が走っており、都市を大地震が直撃することも多い。しかし、火山地帯であるがために温泉に恵まれていて、それらは大抵著名な降落地となっていて、国立公園や国定公園に指定されている。 国土全体が火山の噴火や大陸移動、堆積作用などの活動で形成されたため険しい、産地が多く、河川も短いため、各地で土砂災害が起こりやすい。日本で多い災害。日本は四季の変化によって多彩な生物や自然に恵まれている。特に生物症の豊富さは優れており、多くの分類群において日本の種数はヨーロッパ全土や 北、アメリカより多い。例えば、シダ植物は日本に630種あり。これは、ヨーロッパ、152、アメリカ合衆国とカナダ、406、より、はるかに多く、熱帯域にあるタイ、インドシナ三国に、ほぼ匹敵する。しかし、明治以降の急速な工業化、高度経済成長などによって、環境の悪化が著しい。日本は、 高度成長期前後に大規模公害、四大公害病を経験しており、公害対策は一定のレベルを満たしているものの、西欧諸国に比べると遅れているとされる。また、高度経済成長期以降の食卓の変化や、海外の農産品の輸入問題など様々な要因により、20世紀後半に農林水産業が急激に変化した、林業衰退による人工林の放置、 環境変化や乱獲、密漁などによる漁業資源の減少などが大きな問題となっている。生態系においても、明治時代以降外来種による生態系の変化が起こり、時や日本狼の絶滅に代表されるような生物多様性の低下が起こっている。また、日本ルやイノシシが市街地に出没するなど人間の生活への影響も出ている。 環境問題国際協定。四つの主要な島と、地方区分ごとに見た各地の地理の概要や、特徴的な地形を記述する。北海道、日本列島を構成する主要な四つの島の中で二番目に、大きい島である。この北海道本島と、その付随する島、利尻島、礼文島、奥尻島、手売島、焼尻島,島、大島、大島。 おしま小島島からなる地方公共団体、都道府県も北海道であり、47都道府県で唯一の道である。この北海道一道からなる地方を北海道地方という。その面積は日本の総面積の約2割22.9%にあたる 83,456.75km である。本州、 日本列島を構成する主要な四つの島の中で最大の島である。面積は2 2 7 9 4 2 8 3トルで北海道の面積の約3倍、そしてイギリスのグレートブリテン島よりも広く、世界の島の中では面積は第七位である。東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方に分類され、 その分け方にはいくつかの異論があり、統一的なものは存在しない。東北地方は本州北部に位置する。この地域の本州は北アメリカプレートに乗っており、西からはユーラシアプレート、東からは太平洋プレートに押されて隆起した大雨山脈が中央を南北に走ってる。さらに他の山地や盆地も南北方向に広がっている。大雨山脈や その他の産地から流れ出した河川の中流部に盆地が、下流部に平野が形成されている。それらは日本の農業生産の中心地域である。東北地方の火山は大雨山脈の西側にある。東北地方の東方沖に日本海溝が南北に走っている。日本海溝の西側には規模の大きな地震の震源域がある。関東地方は東北地方の南。 中部地方の東に位置する。北と西は山地に、東と南は海に囲まれた日本で一番広い関東平野を中心とした地域である。関東地方は、フォッサマグナの中にある地域で、地質構造が複雑である。東京、横浜、川崎、埼玉、千葉といった大都市やそれらのベッドタウンが集中している南部は人口が多い。中部地方は、 本州の中央部を占めている。この地方のほとんどは、ユーラシアプレートに乗っているが、東部では北アメリカプレートと衝突している。その境界を、フォッソマグナと言い,い、新潟県にト川市と静岡県静岡市を結んだ、線がその声援とされ、トイ静岡構造線と、呼ばれる。さらにこの地域のユーラシアプレートは、フィリピン海プレートの沈み込む受けており、 それらの複雑な動きから著しい作り山活動が行われ、日本アルプスとして知られている日だ。北アルプス、基礎、中央アルプス、赤石、南アルプスの各山脈が形成された。それはまた、東海地震や東南海地震の原因と指摘されている。その沈み込みは南海トラフとして知られており、駿河湾内では駿河トラフとも呼ばれている。 近畿地方は中部地方の西、中国地方の東、中央構造線が紀伊半島をほぼ東西に横切っている。大台ヶ原さんは大台ヶ原ともいい、日本では珍しい隆起順平原である。中国地方は本州の西部と瀬戸内海の島々の一部、日本海の島々からなる。瀬戸内海を挟んで四国の北側に位置する。四国。 日本列島を構成する主要な4つの島の中で4番目に大きな島である。面積は 18,297.74km で九州の約半分の面積である。この島と瀬戸内海の一部の島々をまとめて四国地方あるいはターンに四国と呼ぶ。四国には4つの県が置かれている。四国はユーラシアプレートに乗っており、その南方沖で、 フィリピン海プレートの沈み込みを受けている。その境界に生じた深体が陸化しているので地質の分布は東西の帯状に広がり、北部の方が南部よりも古い時代の地層である。四国の気候は中央を東西に走る四国山地により、太平洋側と瀬戸内海側とで異なる。太平洋側は温暖でタウであるが、瀬戸内海側は温暖ではあるが正雨である。九州。 日本列島を構成する主要な4つの島の中で3番目に大きな島である。九州島とも呼ぶ。面積は 36,731.56km で北海道の半分弱の面積で本州と四国の西に位置する。この九州島とその付随する島、薩南諸島、鹿児島県の領域を含めて九州と呼ぶ。 九州の最高本というとき一般には、薩南諸島に含まれる薬島の宮の浦だけが挙げられる。さらに、南西諸島、沖縄県の領域を合わせて、九州地方という。九州地方には、沖縄県を含めるのが、各百科事典では一般的である。なお、次の一覧は便宜上、事故の南西諸島に属する項目を除いた。南西諸島は、 九州の南に位置する塔子であり、ユーラシアプレートにフィリピン海プレートが沈み込むことで生じている。太平洋、世界的な地理学ではフィリピン海と東、シナ海を隠している。なお、南西諸島の中で沖縄県に属する島は160である。主要な島を列挙。伊豆諸島、小笠原諸島は本州の南に位置する塔子であり、フィリピン海プレートに 太平洋プレートが沈み込むことで生じている。沈み込んでいるところを伊豆・小笠原海溝という。伊豆諸島の島々や西の島は南本州海嶺の頂上部である。小笠原諸島の向島諸島、父島諸島、母島諸島はその西側にある小笠原トラフによって南州海嶺と隔てられている。行政区分では東京都地方区分では関東地方に含まれる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。